ブリーズマネージャーの利用方法をご紹介します。ブリーズマネージャーは、ブリーズを操作するためのツールです。ブリーズマネージャーは、ブラウザを使ってブリーズの各種設定を行います。具体的には、コンテンツの管理、トレーニングカリキュラムの作成、会議の作成、イベントの開催、そしてブリーズの管理操作などを行います。すべてのブリーズユーザーは組織のブリーズ管理者からの電子メールでブリーズマネージャーにアクセスするための URL とブリーズを利用するためのアカウント情報を受け取ります。ブリーズマネージャーの利用を開始するには、メールに記されたリンクをクリックするか、ブラウザウィンドウにブリーズ管理者から提供された URL を入力します。マクロメディアブリーズクイックスタートページが開きます。はじめにと記されたこのページには、ブリーズを利用するために初めに知っておきたい各種の情報を確認することができます。では、ブリーズのログインページを開いてみましょう。右上のマクロメディアブリーズにログインのリンクをクリックします。ブリーズのログインページが開きました。ログインのボックスに電子メールで配布されたユーザー名とパスワードを入力します。ログインボタンをクリックします。ログインに成功すると、画面のようなホームページが表示されます。ブリーズの各アプリケーションは、画面上部にあるタブより使用することができます。各タブ、およびそれに関連付けられたアプリケーションは次の通りです。ホームタブ。すべてのブリーズユーザーがアクセスできる唯一のタブです。このタブを使用すると、ユーザーは特定のブリーズアカウントに関連するさまざまな作業を実行できます。コンテンツタブ。このタブを使用すると、プレゼンテーション、トレーニング、会議およびセミナーで使用するコンテンツを管理できます。コンテンツタブには一連のコンテンツホルダおよびファイルからなるコンテンツライブラリがあります。ブリーズではコンテンツを作成するユーザーを作成者と呼びます。トレーニングタブ。このタブにはコースやカリキュラムが関連付けられています。ブリーズではこのタブを使用してコースやカリキュラムを作成するユーザーをトレーニングマネージャーと呼びます。会議タブ。会議の作成及び管理に使用します。このタブに表示される会議を作成できるユーザーは会議の主催者です。イベント管理タブ。このタブにはイベントが関連付けられています。ブリーズではイベント機能を使って大規模なイベントから小規模なイベントまで登録、招待、アラーム、レポートなどの一連のサイクルを実行管理することができます。ブリーズイベントマネージャーは、イベント管理タブを使用して、イベントを作成及び管理します。管理タブ。ユーザーやグループの管理を行ったり、システムの利用状況を把握することなどができます。ただし、管理タブにアクセスできるのは、ブリーズ管理者だけです。
ブリーズ管理者は、ブリーズのアカウント及びユーザーの管理機能に関連したすべての作業の実行に責任を持つユーザーです。ブリーズへの新規ユーザーの追加、アクセス権の割り当て、ブリーズインターフェースの外観のカスタマイズ、およびその他のさまざまな作業を実行します。